皆さんこんにちは、茨城えりです。こちゅうです。今日11月18日はなんとこの方のお誕生日なんです。じゃじゃーん、みんなにゃんさんにおめでとうってコメントしてHappy birthday にゃ。はい、ということでちょっとこの動画を撮り終えたら、あのペットショップに猫ちゃん専用の、あの誕生日ケーキを買って、今日は息子とにゃんさんと私の3人でにゃんのお誕生日をお祝いしたいと思います。にゃんさん何歳になったんだろう。にゃんさんって今何歳？6歳。6歳になったの？今さ、え、にゃんさんさ、はい、ということでちょっとあの今は近かったんでしょ、ね、はい、今はちょっと気分じゃなかったってことで、彼女は彼女のねタイミングが分かった。ごめん、痛いじゃん。何なのこの猫はマジで。ね、痛い、ほんとやめて。にゃんさんマジやめて、噛むのはなし。じゃあほんとやだ、穴開いちゃう。これお気に入りなんだから。はい、ということで何の話してっけ。で、今日は私が今までずっと数年間 SNS で言わなかった、言おうとも思っていない墓場まで持っていこうとしていた過去の出来事をちょっと話していこうと思います。なので興味のある方だけ見てってください。私その時居酒屋で働いてたのね。一緒に働いてた子がいて、さっちゃんって言うんだけど、マジでさっちゃん呼びて、ちょっと今度さっちゃんに連絡してみよう。さっちゃんとうちらがそのなんていうの、働いてたとこの近くにコンビニがあって、そこのコンビニの店員さんが昔めちゃくちゃテレビ出てたすごい有名な芸人さんだったのね。ですっごい面白くて優しくて、だからうちらいつもさ、そこのコンビニ行くとさ、ヤッホーみたいな感じでもうめっちゃ仲良くなって、でご飯も行ったり、一緒にいろんなとこ出かけたりみたいな感じですごい仲良くさせていただいてたの、その時。でその時に私が話したんだよね。私お笑いが大好きでいろんなことやっていきたいんですみたいな話をさせていただいたら、じゃあ俺がプロデュースしてあげるよって言われて、芸名もちゃんと考えて R1 グランプリ出ようよっていう話をしてくれたの、その人がね。私今までの人生で一回も芸人さんになりたいと思ったことがないので、それはなんでかって言ったら、芸人さんを見下してるとかじゃないの、全くそういうわけではなく、私のやりたいことって一人の茨城えりっていう人間としていろんな人に何て言うのかな、知ってもらいたいっていうか、はい、っていう感じなのね。だから芸人さんになりたいとかは思ってなくて、なんか芸人さんってさ、もうすごいじゃん、体張ってお笑い魂。私はそのそこまでの芸人さんが持っている芸人魂を持ってないわけよ。で、じゃあモテますかって言われたらモテないの。だから芸人さんはすごいですよ、本当に。やめてね、勘違いするの。そう、あの最初ね、その方がR1 グランプリ出たらって僕がプロデュースするよって言ってくれた時に、最初ピンときてなくて、っていうかこうやりたいと思わなかったの。だけどなんか話して行ったらなんかすごいワクワクしてきちゃったんだよね。え、なんかこの人と一緒だったら見たこともない世界見れるかもって思って、え、じゃあ私やりますって言って、そこからネタを考え始めたんだよね、人生で初めて。で、私あのいっぱいさ動画とか載せててさ、こういう女あるあるとかさ、こういう彼女は嫌だとかさ、いろんな動画投稿してきてたんだけど、今までにも。だけどちゃんとしたネタっていうのを作ったことがなかったの。でも R1 グランプリに出場する、予選大会に出るって決めてから本当にちゃんと考え始めて、でそれから頻繁に会ってネタを見てもらってっていう、本当になんか芸人さんみたいなことをしてた時があったので、一時期ね。でもう絶対頑張るって決めて、でその R1 グランプリの予選の日だよね、ちゃんとさ名札の何番何千何番みたいなのもらってさ行ったじゃん。そしたらさ、もうテレビで見てるような人たちがさ、その楽屋っていうの分かんないけど、中にさめっちゃいてさ、うわすげえ誰々さんだ誰々さんだって本当は心の中でさめっちゃドキドキしてさ、すげえ私この人たちと同じ楽屋にいるんだみたいな感じで、でみんなさ、もう自分の直前になるまでずっとそのネタ帳を見てさ、ずっと練習してんの、みんな下向いて、本当芸人さんたちってすげえなーと思ってさ、やっぱ芸人さんってすごいよね、本当。そのなんつうの、もうおそぼれがましい、なんて言うんだっけ、そういう言葉あるじゃん、なんかおこぼれがまし、なんかあるじゃんそういう言葉。その芸人さんになりたいって思うことさえも
恐れ多いじゃない、なんかおこぼれがましいみたいな言葉あるよね、なんか恐れ多いですみたいな言葉、そう本当そう、それ見て本当に芸人さんってテレビとかさ、ね、あのテレビとかネットとかアベマとかでさ、めっちゃ芸人さんたちすげえ頑張ってんじゃん。でその数分間だったりさ、何十分とかだけでもさ、裏では もっと何時間も撮影してさ、いい部分だけがさこう出てさやってるわけだけども、ほんとやっぱ芸人さんってほんとすげえなーと思ったんだけどね、その時で。じゃあいざさ並んで、じゃあ自分の出番が来ますって時、私はさほんとドキドキしたわけ、もう信じられないぐらいドキドキしてお腹痛くなっちゃってさ、やばいこのタイミングでお腹痛くなってきたしと思いながらもさ、めっちゃ練習するわけで、めっちゃ緊張すると思って、私のしかも前の人が、あ違う後ろだ、私の後ろの人がさ、私がテレビで見ててめっちゃ面白いな、めっちゃかっこいいなって思ってた人が私の後ろに並んでたわけで、やばいんだけどって、もうそれもやばいじゃん、自分のネタをさこの後ろの人にさ見られるわけじゃん、まあ見てないと思うけどね、あの自分のネタを読むことに必死でね。でもその時の私はもういろんなことを考えてさ、ものすごくドキドキしてたわけよ。その私に R1 やったらって言ってくれたその人に私言われてたの、多分エリちゃん初めての舞台とかでライティングとかがこうパンって光って自分がやるってなった時に、多分だけどネタ全部飛んじゃうと思うって言われたの。俺も何回飛んだか分かんないって。でもそのことを恥ずかしがらないでトラウマになっちゃダメだよって、これからもたくさんそういうことあるけど一緒に頑張っていこうって言ってくれたのね、その人が。でも私言ったの、いや私そんなことなりませんよって、私今まであの配信でしかないけど、あの何十人何百人っていうその自分のことを見てくれてる、配信してる前では私画面越しだけど何回やってきたと思ってんですかって、絶対大丈夫ですって言われて、で並んで、でじゃあ呼ばれました、で行きますって言ってバンって舞台に出て、光パカーンってなった瞬間にもう全部飛んだの。イエーイ。でも私の頭の中さ、ララ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 ラン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 みたいな感じで、もうみたいな、もう全部飛んで、で光飛んでんだけどさ、一番前に座ってるお客さんとか見えんの、こんな感じで、えどうぞあなたのネタ見せてみてよみたいな感じでさ、みんな真顔でさ見てるわけ。私もうやばーと思って、でも何かやらなきゃと思って、でも何も出てこないわけ、えどうしよう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 と思ってさ、私がやったことで一度もやったことないモノマネを私そこで初めてやったの。恥ずかしい、その今再現すんのも恥ずかしいけど、ハッピーライフハッピーホームタマホームめっちゃ恥ずかしいけど、このハッピーライフハッピーホームタマホームっていう木村拓哉さんのモノマネを初めてやって、以上です全部飛びましたって言って、私は舞台から消えたやばくない？いやもう今思い出しただけでも本当湧き汗出てくるんだけど、出てきてないね。マジでやばーと思って、私もう帰ってすぐさその人にさ LINE したの、全部飛びましたって。したらさ、お疲れ様、でもそれみんな通る道だから大丈夫だよみたいな感じで言ってくれて、いやもうほんとさ、もう恥ずかしいよね、私絶対そんなことなりませんから大丈夫ですとか言ってさ全部飛んでんの。いやほんと今思い出しても恥ずかしいね。まあ、これが私の誰にも言おうと思っていなかった一生墓場まで持っていこうとしていた話なんですけど、やっぱ芸人さんってすごいよね。で私が好きなさ芸人さんって尾形さんとか津田さんとか、なんかそのなんて言うんだろう、何も用意してないけどガッツだけはありますみたいな人が私めっちゃ好きなのね。すっごい応援したくなるし、めっちゃ面白いし大好きなの。何の話急にね。そうでも一番私が芸人さんで好きなのは大悟さんなんですけど、
もう大悟さんってさ、もうさ面白すぎない？言う言葉も面白いし、なんか間も面白いし、あとやっぱかっこいいよね、男気が。私やっぱ男気ある人がね好きなので、大悟さんみたいな昭和の男みたいな人ほんと好きです。愛してますで何の話はい、ということでこれが私の誰にも話そうと思っていない話でした。この動画を見て今日例えばね失礼しましたとか、学校でなんかこんな恥ずかしいこと起きましたとか、会社で今日なんか嫌なことがありましたって人も、なんか私のこの話を聞いて、あ、なんか私の方がまだマシだなみたいに思ってもらえたら嬉しいですでちょっと週2投稿って決めたので、明日もう一本出したいと思います。明日何の話しよう。なんかよかったらさ、みんなに書いてほしいかも、リクエスト。こういう話聞きたいとか、あとこういう動画見たいでもいいです。皆さんが見たいもの、聞きたいものを提供したいので、あと私は私で、私が話したい話もするけどね。だってそういう風に思ってもらえ、なんか自分がした失敗なんてさ、自分の中ではただの失敗の恥ずかしい話だけど、それを聞いてなんか誰かが勇気出たとか、頑張ろうと思いましたって思われたら、なんか私すごい救われるもん、その過去の失敗談が。なので私はこれからもガンガン話していこうと思います。今までは話せなかった話しい話とか言っていくね。なんかプライドってさ、プライドって大事じゃん。だけどなんて言うんだろう、まあいいや、この話は別で話しますということで、今日も最後まで見てくれた方ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あとチャンネル登録してね、みんなお願い。年内に10万人突破して銀の盾ゲットしたいので、絶対この動画を見てるあなたはチャンネル登録してないと思うんですよ。私の YouTube 見てくれてる方9割が登録してくれてないので、あといいねとコメントもお願いします。コメントマジで嬉しいです。あとインスタとか TikTok とか Twitter とかスレッズとか、スレッズって言うんだっけあれ、やってるのでぜひフォローしてください。じゃあ最後まで見てくれてありがとう。バイビー。